時刻は12時34分を回っています。引き続きソライブコーヒータイムをお送りします。よろしくお願いします。この時間も最新の天気、そして地震や津波に関する情報もお伝えしていきたいと思います。本日はですね、お天気この時間は穏やかなところが多く、日差しのぬくもりが届いているところもありますが、皆さんのところは現在の天気いかがでしょうか。皆さんからいただいているウェザーリポートでも青空の報告とともに、日差しが暑いですという声もいただいているくらい、そんな報告も多くいただいているんですけれども、今日この後ですね、どんなお天気になっていくのか、ここからは今日の天気のポイントを確認していきたいと思います。それではウェザーニュースの、ウェブサイトから一緒に見ていきましょう。こちらウェザーニュースのインターネットサイトです。ウェザーニュースと検索をかけると、すぐに出てくるページなんですけれども、現在はトップのページに、津波に関する注意報のページが出てきていますので、こちらからも情報をご確認いただけます。この時間は今日、この後天気がどうなっていくのか見ていきたいと思いますので、右上のオールチャンネルというところを見ていきましょうか。トップページのところに、ありますが、一番右上ですね、こちらです。さまざまなチャンネルがウェザーニュースのインターネットサイトの中用意しているんですけれども、天気予報のアイコンを見る天気予報チャンネルですとか、今日のような時に情報を確認する地震チャンネルや津波チャンネル、あとは警報注意報チャンネルというのもありますね。この時間帯は今日この後のお天気しっかり見ていきたいと思いますので、右上の天気図チャンネル見ていきましょう。こちらには、天気図と一緒に天気の解説やポイントが書いてあります。この時間帯は今日のポイント解説というところを見てください。一番右の下のところになりますね。ここからはその日の天気のポイントをアニメーションを使って 2,3 枚で簡単に確認することができるページになっています。その日の天気のポイントですけれども、だいたい17時くらいになると翌日のものに切り替わりますので、ぜひ今後の参考にしてみてください。今日のポイントを見ていきましょう。本日は南岸を進む低気圧、一旦東に進んでおりまして、昨日雨が降っていた西東日本でも雨は止んできています。そして太陽も顔を出して西からはお天気回復となってますね。続いて北海道ですが、北海道こちらは前線が通過し、その前線の南には低気圧も進んできます。今日は寒気が流れ込んできていることもありますので、北海道では広く雪が降りやすい天気、市街地でも積雪が増すというところがありそうです。路面状況の変化にご注意ください。もう一枚見ていきます。この北海道で雪を降らせた前線、南下しまして、夕方には東北北部から日本海側の地域に到達する予想となっています。こちらの地域、主に日本海側がメインとなっていますが、こちらでは雨がだんだんと降り出してくる予想となっていますので、帰り道は折りたたみ傘必要というところが出てきそうですね。この後のお出かけには雨具があると良さそうです。ということで、今日この後の天気のポイントを確認していきました。昨日雨が降っていたところも今日は天気回復しているというところ、西東日本では多くなっているかと思いますが、体感的にもこの時間帯は日差しのぬくもり感じている方が多くいらっしゃるようですね。日中は薄手の上着でも過ごせるというところもあるかもしれません。現在は岐阜県多治見の方からポカポカ快晴ですといった声もいただいてますね。体感的にも少しほっとできているという方いらっしゃると思うんですけれども、ここからはですね、皆さんにウェザーリポートで体感についてお聞きしたいなと思います。ソライブコーヒータイムの時間帯、この時間帯の番組の中ではウェザーリポートナビという、タイトルをつけていまして、皆さんからテーマに沿ったリポートを募集しています。今日もこの時間帯からウェザーリポートナビとしてウェザーリポートを募集したいと思いますので、もし遅れそうだという方いらっしゃればご参加いただければと思います。ウェザーリポートは携帯電話ですとか、あとはスマートフォンから簡単に送信することができます。写真と一緒にコメントで現在の天気や体感を書き込んでいただいて送信していただくとウェザーニュースに届きますので、ぜひウェザーリポートを送ったことがないという方もこのテーマに沿ってリポートをいただければと思います。この時間帯、今日のテーマは体感はというものになっていますね。
ということで、現在の体感、皆さんにぜひ教えていただければと思います。暖かい、寒い、肌寒い、それだけでなく、こんなコートを今日は着てちょうどいいですとか、こんな小物を使ってますとか、逆に今日は薄い上着で大丈夫そうとか、温かい飲み物を飲みたくなりますとか、体感の表現もいろいろあるかと思いますので、ご自身が感じるものをぜひそのまま書いて送信していただければと思います。ウェザーリポートを送る際、コメントの中にウェザーリポートナビというこちらの、コーナーのタイトルつけていただきまして、体感はから始まるコメントでぜひウェザーリポートを送ってください。番組中にもお時間の、許す限りですね、ご紹介できればと思っておりますので、ぜひ送っていただければと思います。それではここからは、皆さんからすでに届いております最新のウェザーリポートをご紹介していきます。では皆さんからどんなものが届いているのか見ていきたいと思います。それではこちらのリポートをまずは見ていきましょう。北海道札幌市のヨッシーさんからいただきました。ありがとうございます。お天気の報告ですね、北から見ていきましょうか。こんにちは。札幌中心部は雪が降っていますが、相変わらず、天気の項目に雪がなかったので影なしを選択しています。ちょっと今雪報告ができなくなってしまっていたんでしょうか、すみません。曇りの報告いただいておりますね。公園の芝生などはうっすら白くなっているものの、車道や歩道は降雨時のような感じの路面状況で、この先もしばらくは積もらなさそうに思いますといただいています。12時16分に雪の報告をいただきました。少しうっすら白くなっているの写真でも伝わってきますけれども、しばらくは積もらなさそうということで、あまり激しい降り方にはなっていないようですね。報告ありがとうございます。次は福島県福島市の方からいただきました。こんにちは。今朝の地震は久しぶりの揺れでした。県内でも大きな被害はなかったようです。津波警報も出ましたが、最大約1メートルくらいでした。穏やかな昼となりましたということです。12時17分、現在の天気とともに地震の時の状況も伝えてくださいました。久しぶりの揺れということで、びっくりされた方もいらっしゃったかと思いますが、リポートくださったこうちゃんさんからは大きな被害は、なかったといただいております。次は関東エリアです。千葉県千葉市の方からいただいています。今日は快晴。今朝大きな地震がありました。びっくりして飛び起きたけど被害はありませんでしたということです。12時36分にいただいていました。次のリポートですね。私も朝ちょうど起きた直後くらいに、地震の揺れを感じました。関東エリアでもかなり大きな揺れを私も実感しましたけれども、こうしてリポート、千葉の方からもそんな声をいただいております。こちらでも被害はなかったということで一安心ですけれども、周りの様子など変わったことがないか今一度確認してみてください。続いては富山県富山市の方からいただいています。雲が多いですといただきました。12時21分です。こちらからは曇りの報告いただいております。今日は東日本も穏やかな天気のところ多くはなっているものの、日本海側のエリアを中心にこの後だんだん雨が降る可能性が出てきています。この時間帯はまだ雨の報告ではありませんけれども、ちょっと晴れ間は少なくなっているようですね。この後も空の変化一緒に確認していきましょう。それでは続いて西日本です。京都府京都市からいただきました。こんにちは。早朝の地震、津波警報で避難されていた皆さん、お怪我などなされていないでしょうか。何よりもあの時間を思い出されて、恐怖やお悲しみがお心を、我慢なさらないでくださいねということです。私は皆様のことをしっかり思っています。東北の方に向けたメッセージもたくさんいただいております。そしてこちらの地域からは青空とともに、紅葉のリポートもいただいております。こちらでは穏やかな空が広がっているようです。次は愛媛県今治市からいただきました。雲が出てきました。日差しが遮られてちょうどいい体感
12時28分今治からの報告です。はい、ちょっと日差しがしっかり届いているところに雲が増えてきたということで、体感的にはちょうどよく過ごしやすくなっているようですね。綺麗な空が届きました。ありがとうございます。続いては九州です。福岡県福岡市からいただいています。ありがとうございます。12時24分にいただきました。よく晴れて青空が広がっています。穏やかな北風です。日向では日差しが暑いです。良きお昼時をお過ごしください。空読みマスターのデータ、風速は最大瞬間風速、温度は日陰での計測値です、ということですね。現在は風の強さ 2.1 メートルでいただいていまして、温度は 21.2 度といただいています。結構日中は気温が上がっているところもね、今日は西日本、出てきているようですけれども、この後の体感変化お気をつけください。皆さんからいただいているお天気の報告、ウェザーリポートを北から順番にお伝えしていきました。それでは、ここからは予報センターにおつなぎしまして、最新の天気を確認していきたいと思います。それでは予報センターの吉野さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんからのお天気の報告として見ていきますと、はい、この時間穏やかなところ多そうですね。そうですね、この時間も引き続き晴れているところ多くなっています、はい、今日はかなり気温も上がっていまして、空手なによる温度の分布を見ていきますと、この時間西日本や東日本、黄色の表示20度以上というところかなり広がってきております、また一部には25度以上のピンク色の表示もちらほらと見かけるように、かなり日差しの暖かさ今日は感じられるような状況になっているかと思います、はい、また東北エリアでも太平洋側を中心に日差しが出ておりますので、黄色の表示や黄緑の表示、15度から20度くらいということで、仙台、福島などもかなり暖かな陽気といった状況ですね、はい、ただ寒気が入り始めている北海道エリア、特に東北エリアはこの時間も氷点下となっています、このあたりの温度の分布見ていきましょう。現在はまだ雲に覆われて、強い寒気まだ流れ込んではきていないんですけれども、利尻のあたりですね、一旦上がっていった気温がここに来てちょっと下がり始めていますね。東北エリア少しずつ冷たい空気さらに入り始めているといった状況、この空手なが表しております、はい、この後東北のエリアからだんだんと気温が低下傾向で、夜にかけては一層冷え込みが強まっていきますので、この後は札幌など同エリアも含めて北海道は冷え込みに要注意となります。はい、雪の降り方が変化してくることはありそうでしょうか、はい、そうですね、現在は前線の影響で比較的弱い山の雪雲が通過しているということになりますけれども、はい、この北側ですね、この北側に広がる雲、前線に伴う雲ではなくて今度は寒気に伴う筋状の雲が徐々に日本海側のエリアに広がってくるということになります、はい、今ちょっと衛星画像を最新のものに切り替えておりますけれども、こういった雲が流れ込んできますとまた日本海側のエリア雪が強まるということになります。またこういった雲、強い北風に乗って流されておりますので、はい、風も強まるということになりそうです。これから明日にかけて、北日本、特に日本海の沿岸部では風も強まって、吹雪となる恐れも出てきますので、この後の雪の降り方の変化というところも北海道は注意ということになりそうです。はい、わかりました。その他、はい、現在ちょっとね、日本海側雲が広がっているところもありますけれども、はい、だんだん雨が降り出すところも出てきそうでしょうか。そうですね、西日本の日本海側、そして北陸エリアはこの後天気の崩れありそうですね。すでにこちら五島列島から弱いながらも雨の報告届き始めていきました。この後夕方前にかけて福岡佐賀の一部ですね、沿岸部を中心に弱い雨、一時的なものがありそうです。そしてこちらの雨雲も南下してくるため、山陰エリアでは夕方ぐらい、そして北陸でも夜になると雨の降り出すところあります。休前日ということで、夜遅くまで外へ出歩くような場合は傘があると安心と言えそうです、はい、一方で太平洋側は今日いっぱい大きな天気の崩れはなく、このまま穏やかな晴天が続くと見ております。はい、わかりました。ではこの後空の変化を見ていく際の、はい、空読みのポイントいかがでしょうか、はい、空の注目ポイントはこちらになりますね。はい、北海道すでに一旦雪の収まっているところもこの後寒気の流入によりまして北から雪雲流れ込んでくる可能性があります。北西の空や北の空の見通しが悪くなってくると強い雪ですとか吹雪の前兆となりますのでお気をつけください。はい、そして日本海側のエリア、前線の南下に伴って雨雲徐々に近づいてきております。北の空に尻尾の伸びる雲が見えたら雨が近いサインと考えください。
はい、そしてもう一つの空読みはこれは朝の空読みですね。すでに関東エリア天気回復して青空広がっておりますので、この後今日いっぱいは空読みの必要はない天気が続くと見ています。はい、わかりました。そして現在はまだ津波の注意報が解除されていないところもありますが、はい、こちらに関しては情報に変化はあるでしょうか。そうですね、徐々に津波は落ち着いてきております。はい、今日これまでに観測された津波の情報、最も高いものを見ていきますと、仙台港が140センチ、そして福島県の相馬で90センチ、岩手県の久慈や宮城県の石巻で80センチなどとなっています。最大ではこのくらいの状況となっていましたけれども、80センチの津波を観測した岩手県の久慈港ですね、順調に津波の高さとしては小さくなってきておりますけれども、まだ偏差としては20センチ前後ですね、津波注意報の加減ぐらいの津波というのはまだ到達している状況となっています。はい、現在津波の新しい情報入ってきましたね。ちょっと確認しましょう。はい、あ、津波注意報現在解除になりましたね。はい、はい、津波注意報が現在解除ということで、まだ小さな海面変動、小さな津波というのは到達しておりますけれども、広い範囲での危険性はなくなったということで、津波注意報は解除になったという状況になります。はい、海岸付近ではまだ危険性だいぶ少なくなりましたけれども、海に入っての作業などはまだ海面の変動、小さな津波というのは発生しておりますので、引き続き要注意という状況となります。はい、わかりました。では吉野さん、ありがとうございます。吉野さんと最新情報を確認していきました。最後に吉野さんが伝えてくださった津波注意報に関する情報ですが、現在は津波警報、注意報すべて解除されました。ですがこの後もですね、まだ海の中など、注意が必要ということでお話がありましたので、この後も最新情報を確認しながら皆さん気をつけてお過ごしください。そして天気に関するところですと、この後ですね、西日本の日本海側はだんだんと雨が降り出すところが出てきそうですので、お帰りが遅くなる方、この後の外出の際は折りたたみ傘があると安心です。この後も最新の天気、最新情報を随時お伝えしていきたいと思います。それではここからは、今回ですね、地震が発生して津波の警報や注意報も発表されておりました。こういった時に素早く情報を確認するためのものとして、ウェザーニュースには地震津波の会というアプリがございます。こちらもこの時間帯にご紹介させていただければと思います。ではこちら見ていきましょうか。ウェザーニュースが、皆さんにお使いいただいているスマートフォンのアプリの一つです。見ていきましょう。あ、ちょっと今画面の下に行っちゃってるんですけれども、見えないかな。はい、地震津波の会というふうに検索していただくと、地震津波と書いた2段階になっている、アプリがありますので、こちらをご紹介したいと思います。では直接アプリ行きましょうかね。はい、見ていきましょう。こちらが地震津波の会のアプリでございます。緊急地震速報ということで、最新の地震の情報が現在こちらには、載っているんですけれども、こちらでは詳しい地震の情報を確認することができるようになっています。そして左のメニューのところからですね、地震情報、津波情報と合わせて、地震センターからのお知らせというものも見ることができるようになっています。例えば津波情報を見ていきますと、先ほど解除されたということで、現在は津波に関する警報や注意報は発表されておりません。発表されている際には、注意報のエリアなどもこちらで確認することができるようになっています。こちらのアプリの特徴としましては、皆さんの、会員限定のアプリとなっておりますので、災害時に回線が混雑してしまってアプリがつながらないということが、防がれているということですね。それを防ぐことができているということです。ですので、迅速に確実につながるというところがこのアプリの特徴になっています。皆さんと一緒にですね、減災訓練なども行っているので、実際に本当にちゃんとつながるのかどうかというところも定期的に確認をしています。ぜひお使いの皆さんからフィードバックもいただきたいと思っていますので、ぜひこちらのアプリ今後もですね、ぜひご活用ください。
地震津波の回のご紹介させていただきました。現在津波警報や注意報すべて解除となっておりますが、今後の備えとして、こちらのアプリもご利用いただければと思います。こういった機会にですね、もう一度自分の身の回りでできること、普段できることというのも考える、きっかけにしていただければと思います。ではこの後は一度インターバルを取りまして、次の時間帯も最新の天気、中心にお伝えしていきたいと思います。
ここからは地震と津波についての解説を、現在担当の宇野澤さんと一緒にお送りしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず今回の地震についてなんですが、はい、11月22日の火曜日、うん、5時59分ごろに福島県沖でマグニチュード 7.4 の大きな地震が発生しました。はい、うん、この地震で最大震度としましては震度5弱を観測したところもあり、はい、津波も発生してますね。そうですね、はい、今回は津波の方が実際に観測されたということで、一番大きかったものとしては仙台港で 1.4 メートルの津波という形になりました。はい、であとは皆さんからのリポートなどを見ると、川を遡上するという形でね、川をこう逆流していくようなリポートなども届いていていまして、仙台でこれだけの津波が観測されたのは東日本大震災以来ということで、はい、当時と比べると規模は全然違うんですけども、うん、実際に津波が発生し観測されたとこういった状況でした。はい、それではですね、まずは地震の状況についてこちらの方で見ていきましょうか。はいはい、発生時刻は午前5時59分という形になります。で、震源地がですね、ちょうどこの福島沖なんですね。はい、このバツマークがついているところになります。で、マグニチュードは 7.4 ということになります。で、震源の深さは25キロということで、25キロなので、それほど深くない、ある程度浅いといったような、はい、そういった地震でした。それに伴ってこちらの方を見ていただくと、震度5弱を観測したエリア、福島県内、それから茨城県内というところ、比較的広い範囲、また震度4に関してもですね、関東から東北南部といった広い範囲、また震度3、2という形になると、西日本の方まで揺れたということで、はい、いわゆるこういう海底が震源である場合、比較的広い範囲で揺れの方が伝わってくるというところが一つの特徴だったかなと思います。はい、で、これに伴って実際に津波警報の方が発表されました。はい、津波警報は6時2分まずは福島県に発表され、その後実際に津波の観測データなどをもとに7時26分にですね、宮城県にも津波警報が発表されたと。はい、で、このエリア現在12時50分に全てのエリア津波警報注意報ともに解除といったような状況に現在はなっているという形になります。はい、はい、今回のこの津波ももたらした地震ということですけれども、はい、まずこの時間は地震のメカニズムについて見ていきたいと思いますが、はい、今回はどのような特徴があるんでしょうか。そうですね、はい、まずは今回の地震の原因となったところから見ていきたいと思いますけれども、はい、日本付近というのはいわゆるプレートというですね、板のようなものに乗っている、またそれがぶつかり合っているというところなんですね。はい、で、こちら右の方に赤い太い矢印があって、上の方に太平洋プレートというのがあります。これが日本海溝付近で沈み込んでるわけなんですよね。はい、それと北海道から東北から関東にかけてというところで北の方から入ってくる陸のプレート、北米プレートというもの、それからちょうどですね、静岡と糸魚川を結ぶラインよりも西側の方、こちらはユーラシアプレートというもの、また伊豆半島を先頭として南の方に伸びているフィリピン海プレートという、こういうですね、4枚のプレート、それがですね、ちょうどぶつかり合っているのがこの日本付近という形になるんですね。はい、で、東日本大震災はこの太平洋プレート、右の方から入ってきているものが北米プレートの下に沈み込んで、その沈み込んだところで、跳ね上がる形で地震が発生したんですが、今日発生した福島沖の地震は、はい、この北米プレートの中で発生しているんですね。うん、で、ただいずれにしてもこういった境界付近というのは地震が発生しやすい。で、地震の発生の仕方としては全体的にプレートが引っ張られる力で発生しました。はい、それによって、地震が起きたわけなんですけども、いくつかこういったプレートの動きであるとか断層の動きというのはパターンがあるので、そちらの方を見ていきたいと思います。はい、見ていきましょう。はい、こちらですね、正断層、横ずれ断層、逆断層、突き上げ断層という形になっているんですが、東日本大震災の方は左下にある逆断層ですね、はい、これは本震マグニチュード 9.0 を記録した本震ですけれども、これは
お互いにプレートが押し合う力で、こうずり上がる形で、それで海底の海水をバーンと押し上げた形で津波が発生しました、はい、で今回のは地震はお互いが引き合う形で、プレートが、まあ、プレートの中で、そういう力が働いて起きたもので正断層型というやつなんですね。左上ですね、はい、引き合う形になって全体的にプレート、まあ、そのプレートがですねずるっと下に下がるような形、うん、そうなると海底がこうバンとくぼむ状態になるんですね、はい、なので今回の津波で最初に観測されたのは引き波だったんですよ、うん、いわゆる陸地から離れる方向に一旦動いていった、でそれからまた押し返す形で戻ってきたといったような状況でした、はい、ですのでこれは正断層型という形になります。ただエリアとしては東日本大震災を発生させたいわゆる余震域、震源域の中で発生しているものなので、はい、今回の地震も大きく見れば東日本大震災の余震であったということで考えていいかなと思いますね、はい、はい、そうですね。この後また新たにこう余震、地震が発生する可能性というのもまだあるんでしょうか、はい、そうですね、はい、今回マグニチュード 7.4 という形でした。で一旦こう力が加わって、はい、断層が動いたわけなんですけども、うん、まあ、大体1週間程度ですね、同規模もしくはそれよりも一回り小さい程度の地震が発生するということが予想されて現在います、はい、ただ今いろいろとプレートの動きも複雑なので、それがいつ起きるかというのがかなり難しいところなんですけども、うん、まあ、1週間程度は実際に地震が発生し、その揺れとしては今回最大の震度としては震度5弱だったわけですけども、はい、同程度の揺れが予想されるというのが1点で、もう1点震源がやはり海底ですからまたその時も津波の発生が予想されるという形になるので、こちらの方は常に最新情報をチェックの方していただいてですね、いつ揺れてもいいように備えの方もお願いしたいかなと思います。そうですね、何かこう作業などされる際も、うん、今後の揺れには十分気をつけていただきたいですよね、はい、はい、今回は津波警報注意報が発表されて実際に津波も、発生したわけですけれども、うん、津波が発生した時の注意点、はい、あと注意報警報が出た時に私たちができることっていうのはどんなことがあるんでしょうか、うん、そうですね、はい、まず津波に関しては、はい、基本的にもう津波から逃げる離れるということがポイントになるんですよ、はい、一番いいのはその高台の方に避難するというのがポイントになってきます、はい、ただなかなかね、近くに高台がないということもあるのでそういう時はですね、最近は津波避難ビルであるとか、はい、津波避難タワーというのも作られたりしているところもあるんですね、うん、つまり平らなところで、そういうところを高くすることによって、まあ、一番上に避難するという形になります。で実際に津波来る来ないという時はその時々で違うかもしれませんが、はい、いずれにしても警報、津波警報、津波注意報また大津波の警報などが出た場合はですね、直ちにその行動を取っていただいて、津波の被害に遭わないようにしていただきたいというのが1点と、はい、で津波はですねすぐに来る場合もありますし時間がかかってくる場合もある、それから第1波に加えて第2波第3波と繰り返しやってくる場合があるので最終的に一旦避難した場合は津波注意報などが解除されるまでの間はその避難した場所から動かない、避難した場所が危険にならない限りはもうそこから動かないというのが鉄則かなと思いますね、はい、はい、分かりました。あとはこう数字だけ見ると、うん、あまり大きな数字でないのかなって思ってしまう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、はい、何十センチっていう単位でもやっぱり危険なんですよね、うん、そうですね、はい、津波は基本的に波と言いながら、まあ、川の流れと同じようなものと見てください、うん、で非常に速い川の流れ、それで例えば1メートルというと腰ぐらいまで来てしまうわけですよ、うん、その非常に速い川の流れの中に1メートルのところまであるようなところに入るともう押し流されますよね、はい、だいたい25センチとか30センチとか50センチであっても大人がもうそれに足を持ってかれて流されてしまう、それだけの怖さがありますから、その数字そのもので、大丈夫だとか大丈夫じゃないということはあまり考えないでいただきたい。基本的に注意報警報が出たらすぐに逃げる、こちらの方が鉄則になります、はい、はい、分かりました。
今回被害がなかった方についてもですね、今後の対策はしっかりまた改めてやっていただきたいですね。そうですね、はい、あとは地震のその揺れ方というところもあるんですね、はい、あの津波が起きるか起きないかというところは一つポイントとしてはあるんですけども、はい、で今日実際に皆さんからいただいた地震の揺れ方というところで、こういう形で報告いただいてます、はい、震源に近いところではドンと突き上げるという赤いマークがあるんですが、関東の少し離れたところオレンジのマークなんですね。これはゆらゆらと酔いそうな揺れ、うん、海底が震源の場合は揺れ方としてはこういったゆったりとした横に大きく揺れるような揺れのことが多いので、まあ、同じ震度であってもそういう揺れの時は場合によっては津波の可能性ありということで、注意報警報発表前にもある程度備えの方をしていただければなと思います、うん、はい、わかりました、今後もですね、最新の情報はウェザーニュースのサイトなど含めそういったところからしっかり受け取っていただいて、今後の対策につなげていただければと思います。ということで、地震津波の解説をお届けしていきました。